主に中国の闘争時代に書かれた短編小説のこと。陸朝時代の司会小説より発展して成立した。東大電気、闘争電気とも呼ぶ。番頭の作品集であるい電気三巻の題名が一般化して、唐の小説を電気と総称するようになったと言われる。また、これらをもとにした高台の作品を呼ぶこともある。陸朝時代の司会小説では超自然的な、 会談や逸話を記録として、公害程度に記していた、元々の小説的なものだったのが、当代になると、作者の創作した複雑な物語となり、文章も終字に凝ったものになった。その過程で、司会小説の頃の会を描くことが、必ずしも必須の条件ではなく、現実に根ざした会の登場しない作品群も現れるようになった。 その点で、当のこれらの伝記小説は、古来、論語に、古古古怪力乱心と述べられた影響が長く残って、いたが、唐代にはこの教説への工程は薄くなり、詩人の故郷は、富士を、示め瀬の見誤りだと主張して、孔子の意は、古しめせ語であると述べ、海異産の創作に共感を示した。古北省儀章市にある、観光地、三遊道間街の三遊道詩人像、 左から白行館、白、巨衣、原神安氏の乱以後の中東期の頃には、陳元雄、陳記載、消防、李光佐、陳広氏、白行館、原神などによって多くの電気小説が書かれた。また、この時代には、司会小説の流れから脱却した作品が書かれるようになった。これらの作品は、 民末新書の祭祀歌人小説や儀曲に広く影響を及ぼした。番頭期には牛草寿編の限界録、理復編、俗限界録、灰、電気、雪量、思う、加藤期、広報枚、三水ズ小徳などの作品集が生まれるようになった。次の灰の電気に収録された2編は現在も人気のある作品で一説に 武教小説の原型とも言われる作品である。宋代には、交渉文芸に近い交互文章語で書かれた説話や白話小説が出現し、電気小説は推理し始める。また、商業の発展に伴って、商人の生活も多く描かれるようになった。秋夜には、東大に習った、文言短編小説集、戦闘神話が現れて、その模倣も続出し、さらに、太平後期が、 しばしば流用されるなど、電気的な思考が再流行し、信代には、両彩市位が書かれた。日本や白木から東への施設は、電気小説を好んで買い込んだという。優先屈、長根家電は、日本にも大きな影響を与え、特に、優先屈は、中国では、一出してしまったにもかかわらず、日本に伝えられ続け、その文章の華麗さから、和名類受賞、万葉集や、 歌人の奇遇にまで影響が残されている。中国では近代になって様々な研究が行われたが、成果として、1927年の路人、闘争電気集1929年の王壁強し、闘人小説などが知られている。中国や日本の古典的な伝承や説話等にある、怪奇な事件や、作者独自の創造による史実とは異なる歴史を題材にした小説。 封印されていた古文書、呪われた旧家の血筋、傍地方に伝わる風習、歴史の裏舞台で暗躍した秘密組織などに、時には超常現象や超能力なども加味されて物語が展開する。大正時代に、芥川龍之介は、根弱物語などに題材を取った王朝物や中国の説話をもとにした酒虫や都市春などを書き、谷崎潤一郎も、 中国を舞台にした人魚の嘆きや後に電気時代小説、武州公秘話などを書いていた。明治時代から冒険小説などで活躍したエミス委員も電気の時代小説を執筆した。講談雑誌編集長の生田長介に見出されて、白井教授が1920年から忍術をのれきなり、1922年に新編五一増身を連載すると、 芥川龍之介は、あれだけのものを空想で書いたとしたら、大したものと評し、1922年にはやはり、幾多に誘われた、国枝四郎が、スタカズラ基礎んを連載する。これらは、高等無形とも言える、空想力による作品ながら、それまでの立川文庫のような作品に比べれば、大人の読み物として成り立っていた。1924年には、吉川英治が、 新雑誌、キングで、県南女南、1926年には、ナルト市長と、県南たる作品で人気を得た。野村古道は、鳥物町の他に、美南狩り、恩密演技といった、電気作品を残している。三上乙吉は、謎とサスペンスを凝らした作風で、雪の上変化などの時代小説も残した。三上が高く評価した、角田菊夫は、 探偵小説的手法を駆使した作品、1935年に、綾や式伝記で、電気小説作家として認められ、ついで、風雲将棋国、毒路線、つば明朗人などを立て続けに発表して、人気作家となった。戦後になって、山田風太郎が、数々の忍者小説に加えて、用意金平牌など奇抜な電気小説を書いた。また、歴史作家の沙乙女光も、 死神は国意をまとう、猫間だけ電気など多くの電気小説がある。晩年の石川敦氏は、私服千年、強風雪など奔放な電気小説を世に問い指示を集めた。1968年に、国枝四郎、新州高血上が復刊されると、これを三島幸男が高く評価し、この分野の作品の再評価の機運が高まった。その中で、 半村亮が、石の血脈、三両前広くなどの電気ロマンと呼ばれる、スケールの大きな作品を生み出す。ついで、谷常を、盲領伝説、荒又博、帝都物語、高橋克彦、荘門国、夢枕幕、恩苗史といった電気ロマン、電気バイオレンスの作品群が人気を博し、以後同種の作品のブームとなった。東ずまさは、 日本の電気小説を以下の3つのタイプに分類し、またそれぞれの代表作を挙げている。また、個々の作品が特に強く持つ特徴により、電気 SF、電気ホラー、電気ファンタジー、電気ミステリー、電気サスペンス、電気アクションなど様々な故障が使われる。ありがとうございます。